はい、どうもさん、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングレバープ2018やっていきたいと思います。ということで、今回はですね、次に来るレジェンドを予想して、豪華なプレゼントをゲットしようということで、プレゼント企画やっていきたいと思います。夏休みプレゼント企画第2弾ですね。はい。まあ、夏休みは、皆さんがね、まあ多分盛り上がる、時期だと思うんですけど、はい、まあ、ウィニングレブンのアプリの方がいかんせんね、ちょっとツアーがこれじゃねえんだよとか、そうだな、微妙い感じ、まあ、昨日もなんかちょっとね、長い時間緊急メンテみたいな、長かったね、何の予告もされてないのに、ね、メンテぶち食らうっていう、ちょっとやっぱ萎える、はい、萎えてしまうことが多いと、ということで、まあそれだったらね、一発、まあ、プレゼント企画、はい、まあ、予想系のプレゼント企画をやって、はい、皆さんちょっと次に来る、ね、ウィニングイレブン2019、結構情報とかも喋ってますけど、はい、それについてのプレゼント企画とかやっていこうかなということで、うん、まあ、今回第2弾なんですけど、はい、今回ですね、まあ、こちらの画像にも出てる通り、うん、ウィニングイレブン2019でも、まあ、マイクラブのレジェンドリスト、はい、まあ、これアプリの方もそうですね、もちろん、うん、まあ、出てると。で、今こんだけの選手が一応、はい、あの19の中では、入ってくるよと、うん、いうのが確定してるんですけど、まあ右の下見てもらえば分かる通り、4つ、なんかちょっと枠があると。そうだね。いうことで、これはね、なんか今後発表されるらしいんだね。はいはいはい、はい。あのレジェンドが。で、今回は、このレジェンドを、まあ、どの選手が来るかっていう、まあ予想をするんではなくて、はい、この枠に来る選手の中で、新しいレジェンド。なるほど。要は、ウィニングイレブン2018で登場したレジェンド以外の選手のレジェンド。うん、これが来るのかどうなのかというのを予想してみようと。はい。言った感じのプレゼンの企画になってます、はい、なんで、まあ、あのコメント欄にね、うん、書くときには新しいレジェンド来ると思う、はいか家で、うん、来ると思うとか、うん、新しいレジェンドは来ないんじゃないかなと、はい、どっちかで書いておいてもらえれば、そうだね、あの別にあの新しいレジェンド来たら、うん、その人、まあ、来たって書いた人が抽選で当たるよみたいな、うん、で今回ね、当たる人数、うん、抽選で来なかった場合、新しいレジェンドが来なかった場合、はい、1名、新しいレジェンドが来た場合、はい、2名にしようかなと。なるほど。まあこれやっぱ新しいレジェンド来るとね、ものすごいテンション上がるんで。そうだね。新しいレジェンドが来た場合には、まあ来たって書いた人には抽選2名様に当てようかなと言った感じで思っております。はい、で、このリスト見ると、うん、1個やっぱ気になるところがあって、はい、これ今後もレジェンドが追加されるっていうことが書いてあるんですが、うん、一応ですね、このレジェンドを見ていくと、うん、今まで2018年出てたのに、この2019年でこのまだ映ってない選手がいるんだよね。いるんですよね。で、それが誰かと言いますと、まずブラジルのジーコ、はい、そしてイングランドのポール・スコールズ、うん、でアルゼンチンのサネッティ、うん、でサムエル、うん、トルド、うん、でまあ、スタンコビッチとかもそうだね。だからあとドルトムントね、うん、ドルトムントはちょっと権利上あれなのかもしれないけど、まだね、今年ウィニングイレブン2018でいたにもかかわらず、うん、まだ2019のレジェンドリスト載ってない選手もいると。そうなんだよね。だから今後追加されるレジェンドにこういった選手が、まあ、4つ最後下空いてるけど、はい、パコパコパコみたいな感じでハマってくることも、まあ、なきにしもあらずなんですけど、はい、まあ、それが4選手来るんじゃないかと思う人は ね、新しいレジェンド来ないんじゃないかと、うん、あの書いておいてもらえればね、はい、あの自分の予想4選手書いておいてもらっても全然いいんですけど、うんうん、あのおもち TV 的にはですね、来てほしいレジェンドというか、うん、新しい来てほしい来てほしいレジェンドとかもあって、はい、まあ、今あのインテルだったりミランだったりで、せっかく契約、うん、まあ、もうあるんで、そこで登場してるやっぱレジェンド、うん、だよね。だからやっぱりミランで言うとシェフチェンコ、うん、とか、まあ、あとピルロとかね、うん、でやっぱインテルで言うとやっぱデコバとか、うん、あとあのビエリ、うん、あとアドリアーノとかね。そうだね。そういった面々の選手が、まあ、あの来てくれると結構熱いのかなみたいな。あとはやっぱロナウドだよね。怪物ロナウド、ね、大ゴロナウドというか、うん、あの大ゴロナウドの場合は、2017の方では実際に登場してたレジェンド、 PSO では来てました、うん、PSO の方では来てたレジェンドなんですけど、18の方では登場しなかったということで、 そうだね、まあ、そこら辺も期待したいですし、何かね、やっぱりせっかくレジェンドリストっていう感じで新しい感じで公開するんだったら、新しいレジェンドが、新レジェンド来てほしい、うん、まあ、今回ね、このレジェンドリストっていうのは生放送かな、はい、その生放送で公開されたんですけど、うん、全部ね知ってる選手だったから、うん、ちょっと萎え、そうだね、うん、まあ、新しいレジェンドなんか発表されないのかみたいな感じだったんですけど、もう全員知ってるレジェンドだったんでね、なんか新しいレジェンドが登場してくれると嬉しいかなと言った感じがします、うん、まあ、皆さんもねコメント欄に何のレジェンドを来てほしいかと書いてもらって、はい、新しいレジェンドが来るかどうかも、うん、書いててもらえれば、はい、まあ、そこでね応募は、それで完了と言った感じで、はい、あともその他の詳しい応募条件、はい、っていうのはまあこんな感じですね、はい、まあ普通に今まで通り一緒なんですけど、ね、まあ、ちょっとこの前ぐらいから言ってる通り、はい、YouTube の、 あのメッセージ機能が、そうだね、あの使えなくなってしまったので、はい、
当選した方はね、あのツイッターのアカウント、はい、まあ、これが必要になってくるので、うん、当選した際には作ってもらうとか、うん、まあ、元々持ってる人はね、まあ、もう全然気にしなくていいと思うんですけど、はい、持ってない人は、まあ、当たった時に、うん、まあ、ちょっと作ってもらう感じにはなるんで、そうね、まあ、そこだけね、ちょっと注意してください、はい、ということで、まあ、今回は夏休み、第2弾のプレゼント企画ということでね、うん、まあ、ウィニングイレブン2019、またウィニングイレブン2019アプリ、はい、ここら辺にもやっぱ深く関わってくるレジェンド、はい、これをまあ次来るやつで、一応あの当選者発表は、うん、公式の方で、レジェンドとしてこういうのが出るよっていうのが、はっきりと言われた時、なるほど、だから他の公式じゃない情報とかはカウント外ですね、うん、なるほど、公式とかじゃない情報から漏れちゃった情報とか、うん、なんかおそらくこうなんじゃないかなみたいな情報は 100% じゃないんで、なるほど、このウィニングイレブンがちゃんと出してる、うん、まあ、コナミがちゃんと出してる情報でレジェンドリストが追加された時に、うん、次の動画ぐらいで、そうだね、当選者発表したいと思うんで、はい、一応ね、ただね、そうしちゃうとそれがいつ来るのかという話なんですけど、はい、ウィニングイレブンはあのプレスツアーをやってて、次回は8月2日ぐらいなのかな、うん、にプレスツアーがまたあったりとかも、したりとかするんですが、そのプレスツアーの中で多分レジェンドリストとかも情報が出る場合、はい、公開されてくるというふうに思うんで、まあ、その中で公開された時、うん、目安になるのかな、うん、言った感じでね、まあ、ただいつまでもちょっとコメントを OK にしちゃうと、はい、あの直前で書いたりとか、ね、リーク情報によって書いちゃうみたいな人いると思うんで、うん、一応あのコメントの期限は今週の日曜まで、はい、日曜までですね、今週日曜までだったら新しいレジェンドの情報とかリークされないと思うんで、うん、そこまでが一応期限なんでね、はい、そこだけご注意くださいということで、ということで参りましょう。さらボール。